皆さんこんにちは。こんにちは。今回はあの人だけは許せないでも辛い時の対処法についてお届けします。でこの動画を最後まで見ていただきますと、許せないという怒りからの解放される方法がわかります。許せないっていうね、怒り許すまじきちょっとね怖い感じもありますけど、こういう気持ちをね、抱えてるのは、やっぱりちょっと重いというかね、特にこれが両親とか、なんかそういう家族とかね、身近な人とかだと、やっぱりちょっとね、辛いなっていうのはきっとあると思うんですけど。そうそうね、なんかそういう怒りってあるけど、でも本当この怒りを抱き続けている自分はね、どうなんだろうみたいな気持ち、ね。いいんだろうか、ね、みたいな、ね。友達とかね、そういう家族以外だったら、もう怒りだけでも絶対許さないみたいな、終わると思うんですけど。そう、ちょっとそこがね、複雑だと、やっぱりこう、なんか手放したいけどでも手放せないみたいな、そんなね、狭間でこう揺れる方もいらっしゃると思うんですけど、これを、どうやってこう解放していくかっていうとですね、結論は、まずその許せないでしてることで得られているメリットを探すっていうのがまず最初のステップになります。どういうこっちゃって話ですよね。いや辛いっていう話やのにメリットなんかないですよって思うと思うんですけど、実はですねあるんですよ、これ結構この話聞くと、あ確かに聞いたことあるって思うかもしれないんですけど、なんかその許せないとか、もうあの人みたいにはなりたくないとか、それをバネにして、例えばですけど、なんかその、ね、名経営者とかって呼ばれる人って、結構なんかそのエピソード、昔のエピソードとかを聞いていくと、例えばすごく貧しくて、なんかこう、親からもなんか感動されて、でも何クソっていう勢いで、こう経営者となってみたいな、そういうエピソードってね、きっと聞いたことあると思うんですけど、実はこの誰か許せないっていうこの気持ちって、やっぱ強いものなので、その分そういうエネルギーに変わってたりとか、なんかですね、やっぱそっから得られてるメリットって絶対あるんですよね。で結構これが無意識に理解してるっていう場合が多いかもしれないので、そうするとなんかこう頭ではあんまりそこをつながって意識してないかもしれないんですけど、メリットあるのかっていう視点でちょっと探してもらうとね、多分ね何かしら出てくると思うんですよ。そうでこれすると、なんかそのただこう許せないっていうことって、自分をこう苦しめてるその辛いことっていうだけっていう認識がちょっと変わるので、まずその時点でね一旦楽になると思うんですよね。でこれはね、家族関係だけじゃなくて、全然ね、友人とか仕事関係とか、でもね、同じ法則が当てはまるので、ね、その、ムカつくじゃないね、許せないっていう。でもムカつくとも思いますよね、ね。思った、人、そういう出来事があったからこそ得られたメリットっていうのもね、探しに行っていただくと、同じようにね、なんかこの許せないと思ってたけど、この出来事、例えばビジネスパートナーから騙されて、なんかすごく借金を負ったとか、例えば、なんかそういうのがあっても、でもこれがあったから、今こういうビジネス転換ができて成功を収められてるなとか、そういうのがあるので、ね、ぜひ見つけていって、見つけるっていうか、この別々に存在していたものをこうつなぎ合わせるっていう感じですかね。表と裏を合わせるっていう感じですかね。そうなんですよね。そう。なのでそこがつながってないだけなので、ぜひですね、これをちょっと探してみていただければと思います。で、それをやっていただいた後の、実は次のまたステップがあるんですけれども、それはちょっと次の動画でご紹介したいと思いますので、まずはこの、許せないってしてることで自分が得られてるそのメリットですね、それを探すっていうことをやってみていただければと思います。はい。では本日は以上です。ありがとうございました。ありがとうございました。